いやでも腹筋苦手で一回もできないんだよね。腹筋すると首とか腰が痛くてっていう人でも簡単にできて一回で変化を実感できます。メジャーをお持ちの方はおへそを基準にビフォーアフターでウエストを計測してみましょう。それをチェックを行います。上向きに寝て膝曲げておきましょう。手のひらを腰の下入れてみましょう。すっぽり入ったら反り腰の証です。すっぽり入りそうなぐらいだったら反り腰予備軍、肩骨がすっぽり入ったら重度の反り腰です。ビフォーアフターで比べてみましょう。じゃあまずは左足を右こっちにねじります。腰、お尻、背中のストレッチから行っていきます。余裕がある人はこの左肩をなるべく床に近づけておくと腰、お尻、背中よりストレッチかかってきます。膝は床につけて左肩を床につけるとかなり伸びてきます。もしきつい人はね、体がこっちにねじれてればそれで OK です。左肩浮いちゃってもいいです。呼吸は止めないようにしましょう。こうやってストレッチして体をほぐして腹筋する準備をしてます。これで腹筋の効果が倍増するので楽しみにしててください。 OK、 次逆側いきます。右足を左こっちにねじります。なるべくこの右肩床に近づけておきましょう。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。結構ズボラストレッチの視聴者さんで運動不足の方本当に多いので、結構腹筋してね腰が痛くなっちゃうよって方も多いみたいなので、最初に腰のストレッチ入れさせてもらってます。これでねぎっくり腰とかの予防にもなるので安心してこの後腹筋できると思います。呼吸だけ止めないようにしましょう。 OK、 じゃあまずこれで上向きになったら右股関節大きく外回ししていきます。反対の左足こんな感じで立てておいて大丈夫です。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で動かすことが目的です。ゴリゴリ鳴るよって方は、ゴリゴリ股関節が鳴っても、痛みがなければそのまま回しちゃって OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で行っていきましょう。でこの股関節回しも大きく回すことで腹筋しっかり効いてきます。足しっかり高く上げましょう。よし、OK、逆足いきます。左足大きく外回ししてきます。呼吸はね止めないようにしましょう。なるべく大きく回す。で結構よくいただく声として多いのは、片方だけ股関節ゴリゴリなるよって方いらっしゃるんですけど、もうね当たり前です。左右対称の方なんていないので左右差があって当たり前なんです。それが人間なので。ただどうしても気になる方多いと思うので、この股関節ゴリゴリになるときにこれやったらいいよっていう動画とか、左右差がある方向けに骨盤矯正の動画概要欄貼っておくので、もしね興味ある方やってみてください。でこの次から一度うつ伏せになります。スマホ持ってうつ伏せになりましょう。そしたらスマホは自分の顔の前に置いておきましょう。で耳の横に手をついてぐっと上半身反らせます。肘を伸ばし切りましょう。お腹伸びてますか？しっかり肘伸ばしてくださいね。で腰が痛いよって方はこんな感じで肘ついちゃってもいいです。肘ついたままちょっと顎を上に持ち上げると腹筋が伸びてくると思います。腹筋が伸びてればそれで OK です。腰痛くない範囲で行いましょう。呼吸をね止めないようにしましょう。 OK、そしたら次は左足を右こっちにねじります。で左のお腹ここを伸ばしてます。なるべくつま先を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。左のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。肩腰痛みがある方は絶対無理しちゃダメです。痛いのを無理して頑張ってぎゅーって伸ばしてもいいこと一個もないので、嫌な痛みがねない範囲でこのお腹伸ばしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK、 じゃあこれで逆側いきます。右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチしています。伸びますか？右のお腹の前面。呼吸をね止めないようにしましょう。ちゃんとつま先遠くに向かって伸ばすと結構お腹が伸びるのでね、これだけでもきついと思います。
腰痛い方無理しないでくださいね。で、この動画はペース速すぎるよって方は再生速度調整したりできます。再生速度の変え方がね、わからない方は概要欄に貼っておくので、ぜひやり方見て再生速度やりやすいように調整してみてください。 OK。 そしたら次は皆さん大好きなプランクです。肩の真下に肘をついて、膝ついたままお腹持ち上げます。わざと腰を丸めるイメージです。腹筋使う感覚あれば OK です。つま先はね、こんな感じで立てておいた方がいいと思います。で、余裕があれば肘をちょっと前に出してあげるとより強度が上がります。きついよって人は逆に肘手前に引きましょう。しっかり腹筋縮めて腰をね、丸くしておくと良いと思います。腰痛い人は絶対無理しちゃダメです。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら腹筋もう一回伸ばしておきましょう。耳の横に両手をついて上半身を反らせます。腹筋伸びますか？最近よく分かったんですけど、腹筋ができないとか、腹筋して、首が痛くなる、腰が痛くなるとかって人はもうほとんど腹筋が硬いですね。だからもうちょっと今回これでも買ってぐらい多めに腹筋のストレッチも入れてます。ただその分ね、効果あるのでぜひ信じて最後まで完走していただければと思います。で、この次から上向きになるんですが、両手を使う種目はもあるので、スマホはね、どっかに立てかけるといいと思います。よし、 OK。 上向きになりましょう。スマホはどこかに立てかけておくと良いと思います。両手上げておきましょう。そしたら膝曲げたまま足を持ち上げる。しっかり持ち上げる。ぐっと。お腹使ってる感覚ありますか？なるべく前ももをお腹に近づける。前ももお腹に近づけると、お尻がちょっとこうやって浮いてくるはずです。お尻が浮くぐらいでちょうどいいです。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。しっかりお腹意識して。腰痛い人絶対無理しちゃダメですよ。ラスト一回あげます。よし、OK。そしたら次は片足ずつ上げていきます。前ももをお腹に近づける。前ももお腹に近づける。しっかりお腹近づけると腹筋使う感覚があるはずです。呼吸は止めないようにして、スピード勝負じゃないです。しっかり足を上げ切ることが大切です。頑張って。呼吸を止めないようにしましょう。しっかりこの付け根から上げてくださいね。もしついていけなかったら再生速度調整したり、途中でサボってももちろん OK です。 OK。 そしたら次は膝曲げたままドローインしていきます。息吸って限界までお腹膨らませます。お腹を限界まで膨らませましょう。限界まで膨らませたらゆっくり吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて吐いて吐いて、吐いてお腹へこませて、へこませて、硬くなってれば OK。OK。もう一回吸って、限界まで吸って、お腹膨らませましょう。膨らませたらゆっくり吐いて、しっかり吐き切って、吐き切って、お腹硬くなってますか？ OK です。そしたら次は、両手を後頭部の後ろ、後頭部で組みましょう。で、手の力で首をガッと持ち上げましょう。そこから腹筋です。腹筋、肩甲骨がちょっと床から浮くぐらいで十分効いてくるはずです。首の力で起き上がると首が痛くなります。手で首を持ち上げてから腹筋です。頑張って。呼吸止まないようにして、肩首腰痛い方で手無理しないで、ちゃんと手で頭を持ち上げてから腹筋。頑張って。あと2回いきましょう。ラスト1回、しっかり腹筋意識して OK。 よく頑張りました。次、休憩ストレッチです。膝伸ばして肩幅で広めに開いたら、つま先内外にしっかりねじっていきましょう。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？しっかり股関節付け根からねじってくださいね。内外。もしね、きつかったらおすすめのサボり方は、各種目最後の10秒ね、サボるとかっていうのは僕個人的におすすめです。あとね、再生速度さっきから言ってるように途中で変えてもいいですからね。自分がやりやすい速度を探してみましょう。
よし、OK。次もちょっときつい種目です。指先で、かかとタッチ。かかとタッチ。交互に、左右のかかとタッチ。ふっ。タッチ。ふっ。頑張って。しっかり腹筋、脇腹意識して。ふっ。で、これ、やっぱり首が痛い方、いると思います。そしたら、またさっきと同じように、手で、頭を持ち上げた状態から、肘で、かかとタッチするイメージで、こんな感じでもいいです。首で腹筋したら絶対痛くなりますからね。ちゃんとお腹で起き上がってください。呼吸を止めないで。ただ肩、首、腰、痛かったら絶対無理しないで。OK。よし、そしたら次、左足、右、こっちにねじります。最初に行ったね、腰、お尻、背中のストレッチです。左肩、なるべく床にしっかりつけておきましょう。これね、もう反り腰の方の典型で、大体皆さん腰とかお尻が硬いんですよ、反り腰の方は。本当はこうやってべちゃって寝て、こっちの肩がね、床にべちゃってついてないんですけど、多分つかないですよね。僕も硬いのでつかないんですけど、本当はそれぐらい柔軟性必要なんです。それぐらい硬いとね、今回で自覚していただければと思います。OK。逆行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。腰、お尻、背中。伸びますか。この右肩が床につくのが理想です。呼吸はね止めないようにしましょう。この次からまたきつい種目始まるので、ちょっとね呼吸整えておきましょう。一応こうきつい種目連続とかならないようにしてます。きつい種目、こういう休憩の緩いストレッチ交互にねなるようにしてます。そしたらねズボラの皆さんも最後まで完走できるんじゃないかなと思います。呼吸止めないで、肩腰痛かったら無理しないでくださいね。オッケー。そしたら難しい種目いきます。後頭部で手を組んで、頭しっかり持ち上げましょう。足も持ち上げて、右肘で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、交互です。首で起き上がったらダメですよ。しっかり首は手で持ち上げておいてくださいね。腹筋意識して交互にタッチ。腰痛かったら無理しないで、しっかり腹筋意識して、ゆっくりでもいいから肘で膝タッチ。首痛かったら絶対無理しないで。呼吸止めないで。頑張って、あと少し。あと少し。もっと少し。頑張って。頑張ったら細くなります。頑張って。あと少し。よし。オッケー。よく頑張りました。休憩するっち行きましょう。そしたら、膝曲げたままで左右に振ってきます。ただ膝倒すだけ。もう休憩なので、ゆるーくこんな感じで、だらーんと、やってもいいし、物足りない方はね、腹筋しっかり力入れて、腹筋を硬くしたまま左右に振ると、これだけでもかなりお腹効いてきます。きついな。これはこの休憩ですからね、呼吸整えておいてください。で、この次ズボラ腹筋という種目やります。よし、 OK。 そしたら両手で足抱えましょう。このまま反動つけて起き上がる。起き上がる。腹筋を使うイメージです。これぐらいゆっくりでいいですかね。ゆっくり。しっかり腹筋意識して。で、これね、やっぱりコメントでできないって方結構いらっしゃったので、そんな方はただ抱えてこれだけでも OK です。ちょっとね頭持ち上げればこれでも腹筋効くので、ズボラ腹筋できないよって方はこうやって抱えるだけでも OK です。十分効果あります。頑張って。呼吸止めないで。よっしゃ、オッケー。そしたらちょっと連続にはなるんですが、自転車こぎちょっとだけ頑張りましょう。ふぅ、大きく自転車こぎ。ふぅ、なるべくお尻を床からこうやって浮かせておくとお腹に効いてきます。できる限り大きく回しましょう。余裕だよって方はさらにスピードアップ。はぁ、きつい。ふぅ、さらにねこうやって頭を持ち上げておいたら腹筋より効いてきますが、ちょっときつすぎますね。頑張って頑張って。ふぅ、この次は休憩ストレッチなので、ちょっと頑張って、お尻は下げないで上げといて。頑張れ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 。よし、 OK。 よく頑張りました。ふぅ、次はね股関節内回ししていきます。こんな感じです。ふぅ、大きく内回しです。さっきはねこう外回ししたので、今はこう時計回しにね内回ししてます。これも同じようにゴリゴリなる方は、
痛みがなければ大きく回していいですが、痛みある方はゆっくり小さく回しましょう。普段動かさない範囲で大きく回す。スピードよりも普段動かさない範囲で動かすことが大切です。呼吸止めないようにしましょう。大きく回す。よし、オッケー。これで左股関節大きく内回ししていきましょう。こんな感じ、大きく内回し。呼吸を止めないで、しっかり大きく回すと、ちゃんとこの上げた時にね、腹筋効いてきますよ。呼吸を止めないで。あと聞きたいんですけど、皆さんメジャーってお持ちですかね。いつも僕メジャーで測ってって言うんですけど、もしない方ね、一応概要欄にメジャーすぐ買えるように Amazon の安いやつ貼っておくんですけど、近くのね、100円ショップで買えるので、ぜひね、時間ある時に買ってみて、測ってみてください。OK。そしたら次、膝曲げたまま、足パカ。開き切る。閉じ切る。開き切る。閉じ切る。呼吸は止めないようにしましょう。きつい。限界まで開いて、内ももを使ってしっかり閉じる。お尻をなるべく床から浮かせておくと、より効果的です。しっかり閉じ切って、頑張って。開き、閉じる。呼吸止めないようにしましょう。しっかり内ももを意識して、この次の種目からうつ伏せになるので、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。そしたらまたスマホは顔の正面にこんな感じで置いておきましょう。耳の横に両手をついて、ぐっと上半身起こします。肘伸ばし切りましょう。お腹伸びる感覚ありますか？腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっと上向く、これでももちろん OK です。腹筋を伸ばすことが目的です。結構皆さんからもコメントいただくんですけど、腹筋をね、伸ばすって概念なかなかないですよね。腹筋柔軟性つけとかないと、ボディービルダーみたいにこう、すごい丸まったね、猫背になった腹筋になっちゃうので、良くないと思います。OK。そしたら、きつい種目いきますよ。みんな大好き、マウンテンクライマー。こんな感じで四つん這い作りましょう。片足ずつ、足を上げる。前ももをお腹につけるイメージ。腹筋に効いてくると思います。頑張って。しっかり腹筋意識して、マンションでもできるようにね、飛ばずにやってますので、しっかり高く上げましょう。逆に飛べる人はね、こうやってもちろん飛んでもいいですけど、まあ無理のない範囲で、しっかり腹筋意識して、ちょっと腰丸めるイメージがいいと思います。呼吸は止めないで。これ頑張ったらもうあとは楽な休憩ストレッチだけ、あと少し。よっしゃ、 OK、 よく頑張った。次、そしたらまたお腹の前面伸ばします。左足を右こっちに持ってきます。この左のお腹の前面が伸びてればいいです。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。これね、さっきも腹筋伸ばしたじゃないですか。で、今も腹筋伸ばしてるんですけど、さっきのこう真正面に体を上半身を起こすやつは腹直筋という筋肉、これをね、腹斜筋って言って、腹筋のちょっと横の方、脇腹に近い方をですね、伸ばしてます。呼吸は止めないようにしましょう。OK。そしたら次、逆行きます。右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面伸びてれば OK です。伸びますか？でね、これさっき言った腹直筋と腹斜筋ってあって、なんでこの腹斜筋も伸ばすのかっていうと、このくびれを作るには、こう脇腹をきれいに引き締めないといけないんですけど、そのためにね、この腹斜筋の柔軟性、すごい必要になってきます。いつもお伝えしてるんですけど、伸ばさなくていい場所って体の中に存在しないので、全体的にね、伸ばしていきましょう。OK。そしたら最後、もう一回だけ、腹直筋、腹筋の前面伸ばします。右の横に手をついて、しっかり伸ばす。腹筋伸びれば OK です。きつかったら肘ついてもいいですからね。OK です。じゃあこれ終わったらね、もう一回反り腰チェックやってみます。反り腰だった方はかなり変化出ますので、ぜひそのね、変化出たらコメントで教えていただければと思います。あと皆さんの疑問にね、お答えするためにズボラストレッチの教科書とかも出しているので、概要欄貼ってあります。サブチャンネルでも解説します。
あとね、ツイッター、インスタ、毎日更新してますので、ぜひ見ていただければと思います。よし、OK。よく頑張りました。じゃあ、反り腰チェック、一緒にやりましょう。もう一回、上向きになっていただいて。大丈夫ですか？よくここまで頑張った方、すごいですね。よくついてきました。では、もう一回、手のひらを、腰の下入れてみましょう。膝曲げておいて OK です。手のひらが入らなくなっていればバッチリです。肩骨が入ったって方は手のひら1枚分ぐらいしか入らなくなってたら狭くなってるんで十分効果出てます。よし、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分に拍手しましょう。反り腰チェックの結果とウエストを測った結果、ぜひコメントで教えてください。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。